皆さんこんにちは、東京デンタルスクールの岡田です。本日の講義は、ヘルペスウイルスですね、ご紹介講義していきたいと思います。ヘルペスウイルスはですね、身近なウイルスの一つで、まあ皆さん口唇ヘルペスなんか本当に身近に習いという方もいらっしゃるようなウイルスです。今回ですね、このヘルペスウイルス、まず総論からいきますと、ヘルペスウイルスはですね、国家試験で重要なのはまず DNA ウイルスということですね。 DNA ですね。そしてエンベローブをこちら有するということを覚えておいてください。こちら消毒薬とですね、こちらエンベロープは、密接な関係があるんですね。そしてですね、ヘルペスウイルスは、まあ、全般的に言えばですね、ストレスとか免疫力が低下すると、再活性化するようなものが多い種類が、結構ありますね。そしてまず一番最初、まあ、こちらが国家試験にまず最初出やすいヘルペスウイルス1型と2型ですね。まず1型と2型のヘルペスウイルスで重要なのは、1型はですね、こちら三叉神経節に、分布すると。そして2型の方はですね、こちら脊髄神経節ですね、仙骨部の脊髄神経節に、こちら普段ですね、まあ潜伏しているというのをしっかりまず覚えてください。この違いですね。そしてまず1型から見ていくとですね、こちら1型はですね、こちら初感染の場合は放心性歯肉口内炎ですね。こちら小児歯科でもよく出てきますんで、まあ臨床的なところも含めてですね、覚えておいていただきたいと思います。そしてまあヘルペスウイルスっていうのはですね、ウイルスっていうのはもともと薬ね、抗ウイルス薬っていうのはですね、もう本当に限られたウイルスしかないんですけども、こちらヘルペスはですね、中でもこちらアシクロビル、有名な抗ヘルペスウイルス薬がありますので、しっかり覚えてください。次にですね、 VZV ですね、水痘帯状疱疹ウイルス、こちらも本当に口腔外科なんかでもですね、合わせて一緒に出てきますよね。まず詳しい話はですね、また口腔外科でご紹介しますけども、まあこちらラムゼーハント症候群とかですね、帯状疱疹後神経痛を来すことがあるっていうのをしっかり復習していただきたいと思います。そして水痘はですね、こちらワクチン、こちら生ワクチンですね。例えば生ワクチンというと結核の BCG もそうですけども、こちら生ワクチンというのもしっかり覚えていただければと思います。そして治療はビダラビンなんかがですね、まあありますよね。そして次 EB ウイルスですね、エプスタインバーウイルスね、こちらまず標的細胞なんですかっていうのをテストよく出て、こちら EB ウイルス、まあ名前エプスタインバーウイルスのですね、まあ覚え方的には B がついてますから、比較的覚えやすいという学生さんも結構いらっしゃるんですけど、 B 細胞ですね。そしてこちらが引き起こすものとしてはですね、伝染性胆核菌症ですね。こちらは別名キシングディジーズと、まあ、通称呼ばれたりしまいます。そして上咽頭がんバーキッドリンパ腫ですね。そしてエイズなんかで、見られる毛様白板症ですね。なのでこちら毛様白板症はですね、こちらエイズの免疫低下によって、このエプスタインバーウイルスが活性化してですね、まあ、引き起こされると考えられています。またですね、上咽頭がんは中国とか、バーキッドリンパ腫はアフリカといったようにですね、こちらまあおそらく人種とか食べ物とかですね、習慣によって、関係するんじゃではないかとですね、言われています。そしてこちらヒトサイトメガロウイルスですね、こちらも、ヘルペスウイルスですね。でこちらは、フクロウの目と言われる顕微鏡で見た時のですね、核内封入体、かなり有名な試験、病理でも出ますのでしっかり覚えてください。そしてですね、ヒトサイトメガロウイルスはですね、こちら第一線、特に耳下線なんですけども、から航路で分離されるっていうのもすごい重要なんですね。しっかり覚えていただければと思います。そして次が、ヒトヘルペスウイルス6と7ですね。こちら突発性発疹ですね。こちら歯科医師国家試験でもですね、このヒトヘルペスウイルス6型が、突発性発疹というのも出題もうすでにされてますね。少し難しいなと思われるかもしれないですが、しっかり覚えていただければと思います。そしてヒトヘルペスウイルス8型ですね。こちら8型というのはですね、カポジ肉腫、ね、こちらエイズで、HIV によって引き起こされるエイズによってですね、免疫低下でカポジ肉腫がですね、引き起こされる、こちら原因のウイルスではないかと考えられているわけですね。このようにですね、ヘルペスウイルスは様々な種類がいてですね、それぞれテストにもよく出題されるウイルスになります。ですので、こちら全て、ヘルペスウイルスであって DNA ウイルスですので、しっかりですね、この仲間のグループ分けも含めて覚えていただければと思います。
東京レンタルスクールは1年生6年生のですね、進級 CBT、 そして国家試験浪人生の歯科医師国家試験対策ですね、すべてマンツーマンによる個別指導で行っております。こちらマンツーマンで全国から東京に土日祝日開講してますので、お越しいただいたりですね、もしくはオンライン授業でですね、あの正の講師陣とマンツーマンの、オンライン授業によって行うことができます。ぜひですね、一度ご相談いただければと思います。またチャンネル登録もいただければ嬉しいです。東京レンタルスクール岡田でした。